さあ4月15日本日はつわもの戦やっていきたいと思います。そろそろゴールデンウィークでドクちゃん名将戦、はい、地将戦が行われるということで、はい、初の東証が今度3-4じゃないですか大会。はいはいはい。でせっかくなんで団子3兄弟で出ようと思ってね、はい、マナオと俺は話がもうついたんですけど、はい、あと一人なんか全然来ないやつがいるんですよ。いやもうあの人引退するみたいですよロッチさん。本当ですか。はい、ということで本日つわものタムさんネクロ龍拳さんの剣もうメキメキ実力つけてますね。でマナオ龍力丸剣ついに来ましたね。これ元メインキャラ本人めちゃくちゃ弱いから見るなみたいなこと言ってるんですよ。いや絶対強いですよ、はい、弱いわけがないですからね。他のサブキャラ見てれば分かりますか。まあダントリーがね、ダントリーとユリアンが個人的には好きですけど、ダントリーは終わってますよ。あれ終わってますよ皆さんね。で次がライアンチュンリーヘボリュウリュウ AFM チュンリーのみマイナス2ということで、でもヘボリューさんもツアーの戦でこうやって動画になるのは初めてか。でもヘボリューさんもやっぱ強いですからね。強いです。もともと強かった人がやっぱやり、はい、久々にやり始めた感じなんですかね。炎帝、炎帝とか言われてるみたいで、はい、炎帝、はい、炎帝ですよ。炎帝ですか。炎の帝王ですか。意味が分かんない。灼熱の炎なんですかね。灼天。まあでもヘボリさん本当に今ディスってますけど俺うまいですから気をつけてください本当に。はい、でもこれ龍拳さんですけど前回の動画でめっちゃ強かったですよね。めっちゃ強かったですね。今日はちょっと見たい。実は龍拳さんちょっと新情報ありまして、はい、実は昔、はい、八王子の方でアイクをやっていた、はい、古くから結構やってるプレイヤーらしいです、はい、ついに出てきちゃったみたいな、はい、ちょっと見せちゃうみたいなそんな感じなんですか。おぉこれ中心よりダブル入んないが赤風呂のタム勝ったのはタム赤風呂うまいっすね。次はじゃあババオですね。お願いします。